盛岡競馬場最終第12競走です。農林水産大臣賞典第36回マイルチャンピオンシップ南部杯 G1 ダート 1600m 今年は14頭です。タガノビューティーカフェファラオレモンポップゴールデンヒーラー白心パーソナルレディバグノットルノソリストサンダージオグリフ電光リジエルアルサトワイグナイターレールガンボートロイ。さあ係員が離れます。最後にボートロイゲートを収まります。スタートしました。第36回南部杯です。横に広がっての先行争い。さあ何が行きますか。外からイグナイター行くか、内からレモンポップ、さらにその後ろも固まってジオグリフがおります。内内を進んでレディバグ、あるいはこの圏内にカフェファラオです。外目から上がっていこうというのがノットルノ。そしてこの辺り固まった状態で電光リジエルがおります。ソリストサンダー向こう上面に出ます。先頭は3番レモンポップ、リード1馬身、イグナイター2番手、3番手ジオグリフ、その後ろは2番のカフェファラオです。外に並んでレディバグ、残り 1000m 通過、ソリストサンダー電光リジエル、内を進んで3番ゴールデンヒーラーです。11番アルサトワ、乗ってるのはその外にいて、1番タガノビューティー後方勢ですが、少し離れたポジションで白心パーソナル、ボートルイとレールガンは後方からです。第3コーナー手前にかかります。先頭は3番レモンポップです。リードは首ぐらい、並んでくるイグナイター、並んでくるイグナイター、2頭並んで600の標識を通過、3馬身切れまして2番のカフェファラオ、外目から9番ジオグリフです。3、4コーナー入ります。2馬身差追走でソリストサンダー、あるいはレディバグです。ノットルのその後ろ400を通過、前2頭、先頭は3番レモンポップ、レモンポップリード3馬身から4馬身直線コースへ。2番手イグナイターは置いていかれました。その後ろですが内をついてカフェファラオ200を通過。さあ独走だ、レモンポップ、レモンポップ独走。2番手イグナイター、外目から上がってくるレディバグ、内は2番のカフェファラオ、大外からタガノビューティーですが圧勝です。レモンポップゴールイン。2番手12番レグルイグナイターですが、レモンポップなんと強いのか。最初から最後まで主役はこの馬でした。レモンポップ圧勝です。レモンドロップキッドの3区、鞍上坂井隆成です。第36回マイルチャンピオンシップ南部杯、独走劇でした。3番レモンポップ圧勝、2番手まだ映りません、ゴール前のストップモーション、12番イグナイター2番手、6番のレディバグ3番手、あとはカフェファラオ、外1番タガノビューティー、7番ノットルノでした。今日のメインレース最終12レース、第36回マイルチャンピオンシップ南部杯 G1 ダート 1600m 14頭、勝ちましたのは3番のレモンポップです。アメリカサンバレモンドロップキッドの3区、馬主ゴドルフィン、そして坂井隆成騎手です。フェブラリーステークスに続いて G1 勝利、通算勝利数はこれで9度伸ばしています。道の曇り丘、赤い帽子、そして青い勝負服、ゴドルフィンブルーが生えて、レモンポップ圧勝でした。今帰ってきます、鞍上坂井隆成。坂井隆成がレモンポップとともにファンの皆様に挨拶です。着順掲示板は1着3番、2着12番、3着6番で点滅を繰り返しています。第12レース確定までお待ちください。